ありがとうございました。さあ、さあ、オッケー。さあ、アフター。いいね。はい、アフター。アフターでございます。これですよ、これこれですって。これもうそっくりだよね。つかみます。似顔絵さんは本当にすごいわ。そっくり、そっくり、一緒で同じだよね。すごいわ。さあ、この特徴のつかみ方、ビートクルセーダー知らないですか？僕わかんないですね。なるほどね。日高徹っていうですね、はいはい、ボーカルの人で、はい、あるんですよ。はあ、もうずいぶん前に、まあ、解散っていうか休止的な、はい、2009年ぐらいのかな。はい、ああ、なるほど。あ、でも、ね、でもでもでも、はい、15年ぐらい、ね、15年ぐらい経つね。はあ、まあ、その後にスターベムズっていうバンドも作って、はい、はい、やってたりもするんですけど、はい、すごい好きでね。まあ、こういうところあのライブするまでこうやってごめんして、ライブ始まった時にはもう撮って、あ、撮るんだ、まあ、撮ってきたら素直に出るんですけど、だから基本的にそのライブシーンの映像とか写真は、まあ、出回らないっていう。ああ、なるほどなるほどなるほど。あ、来ないと他を見れない、うん、そうだね。ああ、なるほど。マウンテンミッションとかはもう黒字に、ね、ね、うん、してやってるけどね。ああ、そんな感じ。なるほど、先駆け的な感じですね。はい、はい、先駆け、そうだね。あ、もっとあんのかもしれないけど、はいはいはい、へえ、面白い、はい、素敵ですね。いらない。欲しい方マジで。いや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 。私もダーティーさんになりたいわ。そうだね。はい、というわけでですね、はい、今日は、うん、こちらに、そう、今日はですね、お邪魔してますけど、なんとなんと女川でございまして、はい、女川町町中交流館というですね、はい、あの駅前から海に向かって一本ね、ずっと、うん、シーパルピア女川っていう通りがありまして、はいはい、その通りの中にあるですね、はい、交流館なんですけど、はい、今ちょうど2月7日まで写真展やってまして、はい、そうだね、女川小学校の子どもたちと一緒に街中を写真を撮って、はい、写真展、そして今ポストカードもできまして、ポストカードもいろんな方に持ってってもらおうと。あ、そうなんです、そうなんです、ようなことがスタートしておりまして、まあ、全然準備してないから、そうなんです、まだね、今最中でございまして、はい、お願いしてるっていう、いや、本当に後ろでやってるっていう、そうなんです、ところにちょっと期間が短いんですが、そうだね、もし近い方がいらっしゃればちょっと足運んでいただくと、お腹はもうね本当に楽しいので、いや本当にね、久しぶりに来たけど、うん、はい、変わったね、変わりましたね、若い方がね多いんですよ、意外とじゃないですね。ああ、土日なんかはね、はい、本当に、はい、女子旅みたいな方が多かったりするんで、本当はね、あの外で撮りたかったんですけど、ちょっと今日ね、風、暴風で、暴風警報って、なんかね、はい、大学一般入試の日でもありましたが、だいぶね、電車が間引かれてて大丈夫でしょうか。あ、そうなんです、感じですね、そうそう、だからね、ちょっと外はあのこの後、俺がうろうろもしする時間があればしていきたいなと思って、ね、ぜひぜひ、ちょっとまだね、時間的にお店開くには早かったんですけど、そうだね、ちょっと朝早いですけど、ね、うん、でも、おしゃれのお店がね、はい、多くて、うん、なんか居心地いいと思います。もうあれないんでしょ。ダンボルギーニ。そうですね。もうないんでしょ。確かそうです、ね。なんかそれはないですか。ありましたよね。そうですね。ポンポンさんがね。うんうん。それは見たこと、見に来たことだったけど。はいはい、はい。もう本当だからそれ以来くらいかもしれない。何年も来てないから。うん、途中の道路もね。変わりましたよね。橋できて。そう。で、裏しく通んないよね。ね。そうなんです。なんか旧道見たくなっちゃって。そうそうそう。もう。浦宿の駅前っていうのがもうね、うん、なんか海を越えてく橋ができたので、うん、最近でしたね、あれはね。あ、そうなんだ。割と最近でした。うん、だから、ね、1年ぐらいですかね。変わったと思って、うん、はい、ですよね。ナビで来る方はちょっとお気をつけ、そう、道変わってますんで、はい、ちょっと微妙にね、まあ、そんな大差ないし、まあ、むしろ早くはなってるんだろうけど、そうそうそう、はい、そうです、はい、なかなか、うん、ちょっとあれあれ曲がっていいのかなみたくなると思うので、ブレーキを踏まないように気をつけて、まあ、女川駅っていう風にね、そうそうそう、目指してくれば、うん、はい、ですね、ね、うん、多分道の駅とかっていうの看板あったし、まだね、うんうん、それできてからはまだ来てないんで、はいはいはい、あ、だからちょっとこれから少し回れるところはぜひちょっと、はい、うん、見ていっていただければです、まあ、というわけであんまり見せれませんけど、石越さん、そうですね、はい、こういう感じで、そういう感じで、はい、はい、発行しております。これ今年、今回、はい、今月、今後も、はい、うん、ちょっと攻撃的な数字もありますがね、今はね、はい、はい、その辺はちょっと締め、まあ、皆さんもちょっと感づいてる部分だとは思いますが、はい、冬の風物詩がもしかすると、はい、ちょっと、はい、危機的状況かもしれないですよ。まあ、あと衝撃的な数字といえばですね、はい、
この間昨日から始めたんですけど。おお、そうか。これが。ああ、これですね。衝撃的な衝撃のね、はい。無人化まで。無人化まで。カウントダウン始まっちゃいました。はい、これはね、あの、はい、ラジオ放送の2月3日に使いますから。ありがとうございます。はい、2月3日で、ね、あと4、はい、あ10、42日しかないんですよ。いやー、2ヶ月ちょっとで。そうなんですよ。無人化と。そうなんですよ。いうことですね、あまりあれですね、はい、話題にというか、うん、知る人ぞっていう情報ではありますが、うんうん、ねえ、はい、知ったらおマジかっていう感じだと思いますよね。まあそうだ ね、はい、ね、まあ、地元の人だってまだまだもちろん知らない人も多いの ですよね。駅行かないとね、分かんないですもんね。まあ関係ねっていう人もいるかもしれないけど、うんうんうん、でもこれもだから今のところはあの次回の石越らしさの方で、うん、はい、あの記事にできればということでね、はい、この間向川君にもある方にディレクトで欲しいということで、はいはい、そうなんです。まああのとりあえずまだ撮ってないですけど、はいはい、うまくいけばいいなと。そうですね、ますね、うん、はい、とりあえずあと42日です。42日がございます。でそうですね、はい、行きたい人ね、まあ、あと最後の日なんかはぜひ入場券なり乗るなりして記念にね、確かにね、あ切符を、うん、はい、まあ、券売機自体がねなくなるわけではないみたいですね、その辺ではいいのかなと思いますけどね。そうですね、はあ、そんな話題もございます。そんな話題もございますよ。あと42日でございます、はあ、ね、そうそう、あとねちょっと、はい、見せたかったものです、ね、これこちらです。なんだこちら、何ですかこれ。これはあの南沙織っていう人の、はい、まあ、レコードなんですけど、はいはいはい、17歳っていう、はあ、これにちょっとサインが入ってるんですけど、はあ、そのサイン、あ、本当だ、誰かのサイン、誰かのサイン、はい、この方ではないですか。この方ではないですね。この写真を撮った人、え、え、この人の旦那さんは知ってますか。わかんない、え、わかんない、カメラマンじゃないか、わかんないいいですかね、この南沙織の旦那さんを知らない、誰ですか、南沙織さん、あの超有名な誰で写真家、南沙織さんの旦那、はか、知らないんだ、はい、これは流していいのかよく分かりませんが、はい、篠山騎士、そうだまあ亡くなりましたね、この間ね。そうですね、そうです、え、そうなんですか。篠山騎士の奥様、南沙織、全く存じ上げませんでした流しましょう、この動画、ね、そうなんですねで、この写真を撮った人はでも篠山騎士じゃない、じゃないんです、じゃない、お、誰が撮ったかって、ね、あれどこ行ったの、あ、そうなんだ、そう、もう日本一有名な、その人のサインをね、もらう機会があったわけですよ。はいはいはい、はい、まあ、多分この写真を見ればお分かりになるんじゃないかと思いますよ。この方、あー見えるかな、渋いダンディな、この方、はい、マジっすか、そう、写真家、宮城県の高校写真部には、はいはい、あ、その時の写真もしかして、あ、そう、この間あの高校の写真の大きい写真大会、ね、はいはい、それに来てくれたんで、なるほど、その時にこれにサインをいただきまして、白鵬高校の、なるほど、菊池先生にもらっていただいて、菊池先生ありがとうございます、なるほど、レジェンド、そう、辰巳義弘さんが、あ、まあ、この写真もね、なんかそうなんだ、アナザーショット的なんですけど、ここにはね、ちゃんと辰巳さんのここに名前が入ってる、なるほど、いやすごい、辰巳先生もお元気です、86でしたね、はい、素晴らしいですよね、はい、いや、そうなんですね、そうなんですよ、そういう意味では宮城の高校写真部はすごく贅沢ですね、はい、そうだね、いろんな名だたる写真家さんが宮城の高校生に来てくださるんで、そうなんですよ、面白かったですよ、話も、そうなんですね、僕行けなかったんですけど、はい、僕もあの苦楽高校の写真部があるんで、はい、あの一緒にやらせてもらってる先生は、はい、めっちゃ面白い辰巳先生の話ってあれね、聞いちゃってましたね、子供たちは多分あのピンとこない話が多かったと思うけど、うーん、いやー、噛み合ってないんじゃないかなって思うような感じだったけど、あのね、はい、イズムをぜひ皆さんに吹き込んでいただくのがね、うん、いや、もう会ったことあるっていうことでもね、本当にすごいんじゃないかなと思うよね、巻きてくれてるっていうのもあるけどね、本当に、そうそうそう、
すごいところです。はい。はい。はい、すごい。勝木先生でございました。こういうことです。はい。はい。はい、大事にしていこうかと。はい。びっくりびっくり。タイムスリップグリコみたいな、うん、なんかね、昔あの7センチ。はいはいはい。CD のやつ。うんうんうん。これ、あ、背を持ってたなと思って。うん、はい。まあ、もらえたらもらいたい。はい。はい。すごい。ゲットできました。はい。篠山紀信の奥さん。いや、びっくり。びっくり。知らないか。いや、確かに誰が奥さんって気にしたことがなかったですね。そうだね。まあ芸能人ってね。です。はい、まあ17歳ってね、有名な曲って、はい、森高千里なんかもカバーして。ああ、そういうことなんですね。そう。まあ、そのカバーしたのはもう本当俺らが中学校ぐらいの時代なのね。はいはいはい。はい、だからそれで俺らはどっちかで17歳って曲は知ってて、うん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 、で、原曲歌ってたのは森高千里。なるほど。まあ俺らの親世代はそっちだ。はいはい。なるほど。いや、本当に長くやってらっしゃるカメラマンの方ですね。そうです、本当に、ね、本当に。いや、面白かったよ、本当、写真、うん、写真もちゃんと展示してあってね、はい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 、撮ったやつ、プリントしてあって、もうすごい数だとね、100枚まではないかもしれないけど、何十枚もあって、ステージのところに開発してやったんだけど、超絶対です。ダーンって並べて、で、カラープリントは光沢で、はいはい、あとモノクロはなんかちょっとザラザラしたようなにプリントしてあって、うん、ちゃんと触って本物が見てみんだよって先生たちにね、言っていただいて、はい、それはすごい。そう、まあ、親たちはあんま多くはなかったけどね、もちろんね、うんうん、そんなにね、なるほど、親子で来るなんて、はいはいはい、確かに。そう、へぇ、俺なんかミーハーだから、いや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 、いろいろご存知ですかね、どうかなみたいな、そう、あの写真を撮った人みたいなね。あ、そうだね、まあ、それはね、まあ、もっともっとね、いっぱいあるんだろうけど、うん、まあ、まあ、これに最後はよかったなみたいな感じでございます。すごい、すごい、いやいやいや、じゃあぜひ、はいはい、また引き続き、はい、そろそろ終わんねえかなって思ってるかもしれないので、ぜひね、はい、女川にも松永交流会2月7日まで写真展、女川賞の子供たちでやってますので、ぜひお越しくださいということで、はい、また来月、はい、よろしくお願いします。またね。そうだ、言い忘れてた。はい、今月は石越小学校に、そうです、福川君に来ていただいて、ありがとうございます。はい、また福川君に、はい、お世話になります。はい、石越小学校で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。お待ちしてます。よろしくお願いします。